え皆さんこんこにちは大です、えー、フランクルについて、えー、ここのところお話ししてるんですけれどもあの、えー、今日は態度価値ということについてお話したいと思います。態度価値あの何をするかしないかじゃなくて私たちがその置かれてる状況に対してどんな態度をとるか。 アウ、ね、シュビッツではそれこそあの同じ状況の中でもいろんな、ね、態度を取る人がいたとその要は、えー、ずる賢く立ち回って人から何か奪おうという人もいればね、もう諦めてで自分の運命を呪う人もいればで自分がどんなに苦しくても誰かのために何かやってあげようとかそれからその自分が、ね、本当に大切にしていることを守り続けようとする人もいる。で どんな、ね、態度でいるかということがとても大切なんじゃないかということを言ってます。で私たちもアウシュビッツどころ、ねね、ほどではないけれどもあの思うようにいかないこと大変なことがいっぱいあるね。その時にあのどういう態度を取るかですあの。すごく苦しい状況に置かれた時にそもそもね何をするかしないかの前にどういう態度を取るか。で人に例えば批判をされた時にあのどういう態度を取るか。でそういうことにね あの本当に価でまあ我々はそのアドラー派ですからそういう意味では、えー、共同体感覚みたいなねあの感覚でやっぱり共同体感覚の核心は、えー、自分が、ね、何であれ自分には価値があってとかね自分がやることにはあの価値があって可能性があってで人にもそれはもちろんあるんだと。で あのそういう前提でねどんなことが大変なことがあってもこう生き続けるとかそういう態度を取り続けるっていうことがねこの態度価値っていうのとつながってくるんじゃないかなと思う。だから人のことを信じるとか自分のことを信じるとかでアドラーも言いますけれどもあの何をしたらいいか分かんなかったらとにかく目の前の人に対してやれることをやるんだとかそれから、えーね、どうしていいか分かんなかったらより大きな共同体にとっての意味とかね 価値っていうのは考えるんだって言ってますけどあのそういうのが自分の心の支えになってねでそういう態度を取るで何ももちろん物理的に体を動かしてってできなくなってもあの最後の最後まで自分のことを信じる世の中のことを信じるでやれることでねあのやりたいと思うというこういう心の気持ちがですよ気持ちがね心にあったらあの私たちの態度というのは価値あるものになるんじゃないかなと、えー、いうことです。えー、参考まででそれでは、ね